注目の3番人気9番エルコンドルパーサー。3番人気ではありますが逆転を狙える能力を持っていますよ。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。上空には灰色の空が広がる中山レース場。天気は何とか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。現在1番人気はラリタブライアン、2番人気を紹介しましょう。シンボリルドルフ、グランプリウマ娘、エルコンドルパサー、3番人気です。下克上は起こりうるのか。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはエルコンドルパサー、ニコノブルボン、マグネスタジオ。1コーナーから2コーナーへ向かう。期待通りの結果を出せるか。1番人気ラリタブライアン、肌を奪っていたのはエルコンドルパサー。続いてニコノブルボン、ニコノブルボンとエルコンドルパサー、序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。ニコノブルボン快調に飛ばしていきます。ニコノブルボン先頭に立ちました。続きましたエルコンドルパサー、早くも激しい競り合い。3番手アグネスタキオ、そのうち並んでグラスワンダー、少し離れてハッピーリーク。無表情目に入って先頭から進学までおよそ13マシン。先頭は変わらずニコノブルボン、1マシン離れてエルコンドルパサー。3番手にはアグネスタキオ、そしてその内を回ってグラスワンダー。5番手にハッピーリーク、14番並びかけてきた。後からラリタブライアン、1マシン離れて12番、その後ろ5番、後ろ8番、少し離れて成田大臣。外目をついてシンボリルドルフ、すぐに続いて1番、1馬身離れて15番、後方2番手に2番、16番。現在シンガリラ第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まると、中山の直線は短いと、後ろの子たちは間に合うか。本気でー追い上げてくるのはまだ2馬身後ろ、抜け出したのは日本のブルボン。だが後続も追いつかれ、残り200、実力をいかなく発揮し、レースを制したエルコンドルパサー、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはグラスワンダー、3着に入ったのはミホノブルボン。入った優勝、快勝、圧勝。